皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター学校講師の滝沢でございます。今回はまた、オールアクセスさんから物をお借りすることができましたので、それのご紹介をさせていただこうかなと思うんですけれども、もうが、しかし、バッと、突然ですけれども、これ何だと思いますか？これが、まあ、今回、そのオールアクセスさんからお借りしている物そのもの、商品なんですけれども、まあ、このサイズでいくとすると、少し大きめのエフェクターかなって思うじゃないですか。まあ、僕も多分そう思うかと思うんですけれども、なんかこう空間系のちょっと大きめのやつだったり、ハンドメイドのプリアンプだったりとか、結構こういうサイズのエフェクターってあるじゃないですか。まあ、その類かなと、誰もが思うかと思うんですが、実はこれ、ヘッドアンプなんですよ。ヘッドアンプ。ヘッドアンプって何やるかっていう方のために軽く説明させていただきますと、まあ、これです。これですって言い方はないか。このアンプというのは、音を入力して、音を作るところ、音を増幅するところ、音を出すところというこの3つの役割があるわけなんですが、一般的にヘッドアンプというと、音を入力して、音を作る、音を増幅する、この2つの役割を担うんですよね。で、このヘッドアンプはマーシャルの、まあ、JVM って書いてあるので、多分そういうヘッドアンプだと思うんですけれども、これもヘッドアンプだし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 。もうどういうことだと。もうボス・オブ・ゼム、ヘッドアンプ。もうアメージングですよ。こんな3本指で持ててしまうぐらいに軽い。多分このマーシャルのヘッドアンプを指3本で持とうと思うと指が折れると思うんですけれども、もうこの指3本で持ててしまうぐらいに軽いと。もうこれどういうことだと。こんな小さくしなくてもいいと思うんですけどね、本当に。ちょっとどんなものか箱を開けていってみましょうか。またこうね、箱を開けるとですね、またサプライズがあるわけですよ。これだけでも十分小さいじゃないですか。十分小さいですよね。ヘッドアンプこれですよ。どういうことだとなってるじゃないですか。ところがどっこい、蓋を開けると、なんと半分くらいアダプターで埋められてるんです。実際のヘッドアンプはさらに小さいこれ。さらに小さいこれ。僕の砥石よりも、僕が使っている砥石よりも小さいですね。あの包丁を研ぐときについているこのなんか石、あの砥石よりも。小さいです。僕の砥石結構大きいんで、あれよりも全然軽いし、あれよりも全然小さい。で、これをパカッと箱を開けてみて、その姿をあらわにしてみると、まあびっくり。最終的にはこんな姿になります。パラパパンパンパン。もうこんなの。ね、すごいっすよね。こんな小さくしなくてもいいじゃないかと、僕は思うんですけれども、どうでしょうか。で、今回、それがなんと2台あります。ババンババンバンバン。ちょっと見た目がね、同じ感じだから分かりづらいかもしれないですけども、まあ、2種類あるので、両方とも試してみたいなと思います。なんか上から見た感じ、こういう貨物列車っぽいフォルムしてるから、なんかこうね、なんか子供のおもちゃのこのガタンゴトン、ウィーンガタンガタンみたいな、なんかこう汽車ポッポンみたいな感じがしますけれども、まあ、そういう類のおもちゃではなく、立派にギターの音を出してくれるヘッドアンプだということでございます。いやー、なんかこう時代の流れってすごいですね。じゃあ、ちょっくら試奏をしていってみましょうか。このマーシャルのヘッドアンプはこんな立派なものがあるんですけれども、これは使わないので、ちょっとどけたく思います。ふっ！おお！おお！これは指が折れる。というわけで、セッティングが終わりましたので、実際に音を鳴らしてみようかなと思います。そして今回も恒例のピクチャーインピクチャーで、画面ドン、ズババババババみたいな感じで、手元もお見せしながらやっていきますので、ぜひ参考にしてみてください。実際にアンプを2台並べると、こんな感じです。それぞれつまみは共通していて、左側から、ベース、ミドル、トレブル、ゲイン、ボリューム、そんな感じの流れになっております。で、それぞれの機種の説明を説明書から引用させていただきますと、まずこっち、ブリティッシュインベーションは、5W クラス AB のギターをブリティッシュインベーションは 5W クラス AB のギターをヘッドアンプです。低い原因設定でヴィンテージ A ボックス AC30 のサウンドが再現できるようにデザインしました。とのことで、まあ、平たく言うと、なんかボックスっぽい音が出るアンプということです。で、こっちのパープルウィンドウがパープルウィンドウは 5W クラス AB のギター用ヘッドアンプです。低い原因設定でヴィンテージマーシャルプレクシスーパーロイド195級のサウンドが再現できるデザインしました。ということで、このマーシャルのプレクシスーパーリードっていうそういうアンプがあるっていう、なんかそういうことだと思うんですけれども、なんかマーシャルっぽい音が出ると、まあ、そういうことなんじゃないでしょうか。多分こっちがそのボックスっぽい、こっちがマーシャルっぽいとか、なんかそんな感じで
大丈夫だと思います。怒られないと思います。多分大丈夫です。で、とりあえず、じゃあこっちから行きましょうか。表はまあこんなんですけれども、まあ、裏側はこんな感じになっておりまして、キャビネットにつなぐところ、そしてエフェクターをつなぐセンドリターンの端子、そして iPad とか iPod とかをつなぐような外部入力のオグジュアリーインと、あとラインアウトはヘッドホンとかイヤホンとか、もしくはパソコンとかのライン録音とかのラインアウトプットと電源という感じです。実際につなげてみましょう。電源こらー、キャビネットこらー、電源はこっちもこらー、ひっくり返してこんちくしょう。表からはギターインプットよっしゃこい。そして試奏するギターはいつも通りビル・ローレンス・ビルコさんです。わっしょい。はい、でこんな感じのシンプルなセッティングですけれども、まあこのままね、電源をオンにするとどういうわけか音が出ると、まあ、出なかったらそれはそれですごい困るんですけれども、まあ、どういうわけかこれで音が出るらしいんですよ。どういうわけかスイッチオン、どういうわけかスイッチオン、オン。EQ をとりあえず、すみません、取り乱しました。EQ を真ん中ら辺にして、ゲインを真ん中、そしてボリュームを3時ぐらい、このぐらいでちょっくら弾いてみたいなと思います。どんな音がするでしょうか。こんな感じの音色です。割とミッドが豊かな感じで、優しいというか、なんか温かいというか、なんかこのままでも結構いろいろ使えそうな音色だと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあ、そんなにまだがっつり歪ませてないんで、そんなに、ね、なんかこうワシャワシャっていう感じではないですけれども、なんかふくよかというか、なんかウォームな感じというか、なんかそんな感じがしますよね。で、ちょっと気は早いかもしれないんですけれども、少し音を聞き比べたいので、もうすぐに付け替えてしまいました。で、こっちのパープルウィンドウ、マーシャルっぽい方に関しても同じセッティングでちょっくら鳴らしてみます。感じの音色です。聴き比べるとすごいわかると思うんですけども、さっきのボックスっぽいアンプの方はなんかこう柔らかい丸いというか、なんかこうなんか大人な感じの音がしたと思うんですけれども、こっちのマーシャルっぽい方のアンプの方はなんかすごいこうギャーみたいな、なんかすごいおギャーなんかバリバリとかなんかそういうおりゃ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 っていうなんか威勢の良いというか、なんかこう僕のこのギターの音色に対する表現力のボキャブラリーのなさにすごいびっくりしてるんですけれども、なんかこう、なんかそういう感じですよね。なんか若々しい、なんかビチビチします。なんかビチビチ、ビチビチ、なんかビチビチしてるんですよ、僕の中に。僕にとっては。ビチビチしてます。で、まあ、このアンプ両方とも 5W っていうすごい低出力ながら、普通にこのマーシャルの4発のキャビとかもね、パワフルに鳴らせるぐらい実はポテンシャルを持っておりまして、今は結構抑えているからこんな音量ですけれども、EQ をフルテンに、ボリュームをフルテンに、こんな感じで弾くと結構音量出るんですよ。結構音量出ます。ゲインはまあ半分くらいですけれども、他フルテンにしてちょっと弾いてみましょうか。多分びっくりすると思います。結構音量出ます。
こんな感じになってしまいますよね。なんかそのぐらい結構音量出ますよね。そして結構歪みますよね。で、またちょっとまた気が早いかもしれませんけれども、同じセッティングで試してみたいので、このボックスっぽい方も行ってみましょう。また EQ をフルテンにして、ボリュームをフルにして、ゲインは真ん中らへん。そうすると、こんな音がします。大人っぽい音色が聞き取れるかと思うんですが、どうでしょうか。なんか音量を大きくすると、それぞれの違いがもっと如実になんか感じると思うんですけれども、どうでしょうかね。なんかこんな感じで、割とマーシャルのキャビからも、ね、パワフルな音がバーッと出てくるので、ゴワッとといってもなかなか侮れないぜという話でございました。さすがにこのラウド系のバンドだったらちょっと辛いと思うんですけれども、普通にこの歌物のポップスとか軽いロックとか、なんかそういうバンドだったら、もう普通にもうスタジオの中のバンドアンサンブルでこれでなんとかなるんじゃないのかなっていうぐらい結構音量は出てきます。まあ、ちょっとこうラウド寄りになってきたりとかするともう全然パワー足んないですけれども、意外といけます。で、キャビから音を出すときに気をつけたいのが、もうほぼクリーントーンは出ないと思った方がいいです。まあ、この辺はその、ね、低ワットアンプの宿命というか、まあ、構造上仕方がないんですけども、まあ、原因をゼロにして、こんな感じで。クリーントーン出すことはできるんですけども、ここからもうちょっとでもボリューム上げると。もうちょっと歪み始めてしまうと。で、そこそこ音量が出る頃にはもう結構歪み始めてしまってて、クリーントーンはまあ出ないと思った方が良いかなと思います。でもまあそういうので、ね、クリーントーンとかあんまり使わないし、そんなに綺麗じゃなくても大丈夫だよという方は、まあ、バンドで使うことも検討してみても良いんじゃないのかなというぐらい、なかなかパワフルなアンプでございます。いかがでしょうか。ゴワットといえども、なかなかやるぜということでした。で、またここからね、なんかこうエフェクターがまたいろいろあったりとかすると、広がりが出て面白いんだけどなぁなんてね、思うんですけどね。エフェクターがあればな、エフェクターがあればな、チラリ、エフェクターがあればな、チラリ、わぁ、こんなところにエフェクターがたくさんって、まあ、そんな小芝居はいらないですね。まあ、こんな感じで、エフェクターをせっかくなんでいろいろ持ってきました。とりあえず、後ろにエフェクトのこのセンドリターンという端子があるので、まあ、これを使ってリバーブとかディレイとか、まあ、そういったものの味付けをしてもなかなか面白いんじゃないのかなと思います。まあ、とりあえずこのセンドリターン、この端子を使ってこのエフェクターをつなげってオールアクセスさんに言われているので、まあ、とりあえずつなげるんですけども、つなげさせていただくんですが、アンプからの先導を、エフェクターのインプットに挿して、エフェクターのアウトプットをアンプのリターンにつなぐと。これで OK なはず。多分。そして、普通に。邪魔くさいな。こう。そして音が鳴るはずなんですが。鳴らねえ。鳴らねえのは、電源が入っていないからだ。これだ。それは鳴らねえ。アダプターを入れ忘れました。これで音が鳴るはず。どうよ。オン。鳴った。鳴りました。やったぜ。やったぜってことはないか。まあ、こんな感じでディレイをつなげばもちろんディレイの音も鳴りますと。
使い方ももちろんできるよということでございます。まあ、せっかくなんで、いろいろと歪みエフェクターもちょっとつなげてみようかなと思うんですが、前にこのブルースを紹介させていただいたとき、僕がそのアンプとかのブースターとして使っても面白そうなんていう話をしたんですけれども、覚えていらっしゃいますでしょうか。もうこういうとき、すごい、もううってつけって感じですよね。ブルースドライバーはちょっとセンドリターン使わずに、フレーズでいきたいと思います。ちょっといい。こんな感じで。普通にギターからエフェクターに行って、で、エフェクターからアンプにというセッティング。エフェクターかましてなかったら、こんな感じの音色ですけども。エフェクターをオンにすると、なんかすごい、なんか太くなったというか、すごいラウドな感じがしませんか？なんかちょっといい音っぽくないですか？なんかこんな感じでブルースの使い方できるとすごく良いななんて思いました。ちょっとこっちのマーシャルっぽい方もやってみましょうか。マーシャルっぽい方。こっちでも同じ感じのセッティングにして、ちょっと鳴らしてみましょう。ブルースをオフにしていると、こんな感じの音。オンにします。オン。こんな感じで、ブルースとかもつないでもすごく面白いよということでございました。僕が好きなチャンクとかもちょっとやってみましょうか。私、お気に入りのチャンク。よいしょっといい。電源を入れて、ギターもつないで、とりあえず鳴らす。とりあえず入れる。なんかすごい、わかりやすくパープルウィンドプラスチャンクって感じの音ですね。すごい、僕が好きそうな音です。ふざけたくなってくる感じの音です。まあ、そんな感じでエフェクターとかつなげるとね、まあ、普通のアンプなんでいろいろとまた広がりを持たせられて面白いかなという感じでございます。あと何だっけ、なんか4つぐらいなんかこれ言っといてみたいなことがあったんですけども。あ、そう、これ。
電気屋さんに行くと、なんかこういうケーブルが売ってるんですよ。こういうのを使ったりとかすると、なんかこう、iPod とか iPad とか、なんかそういうのと一緒にこう演奏できたりとかして、面白いんじゃないのと、まあ、そんな話でございます。ちょっとやってみますと。ここの後ろに、オグジュアリーインっていう、なんかそんな感じの、なんていうんですか、あれ、停止してしまった。ここにこのオグジュアリーインという端子がついているんですけれども、まあ、ここにこの差し入れて、で、iPad とか iPod とかにつないだりとかすると、その音を入力することができると。そんな機能もあったりとかします。ちょっと何かやってみましょうか。著作権上、何でも鳴らしてもいいというわけではないので、ちょっと僕の曲になってしまうんですけれども、なんか適当に僕が作った曲をなんか流してみます。それと合わせてなんか練習っぽくしてみましょうか。こういうオケを流して。遊べるということでございます。まあ、僕は今回アンプから音を出してますけれども、ヘッドホンでも OK なわけですよ。ちょっと、いろいろ外して、シンプルにしてみるとすると、まあ、こうアンプがあって、電源を入れるじゃないですか。電源をつなぐじゃないですか。で、表からギターのアンプ、ギターのインプットをつないで、で、普通にここにヘッドホンを挿せば、もうそれだけで音が聞こえてくると。で、さっきみたいにこれをこのオブジュアリーインの中に突っ込んだりとかすると、ちゃんと iPad とか iPod の音も聞きながらヘッドホンで聞くこともできる。通常のこういうヘッドアンプって、ロードっていうのをつながないと傷んでしまうんですよ。なんかここのキャビネットのアウトプットに何もつながないと、なんかね、その出力するものがなくて、おお、なんかお腹がいっぱいだぜ、電力いっぱい溜まってきて、なんかアウトプットするところがないぜみたいな感じで。アンプが傷んでしまうんですけれども、そういうのをつけなくても全然大丈夫だったりとかすると。で、今回はスタジオに来ているので、あんまり試せないんですけども、普通に LINE で出力してみても、いい音になるように設計をされているので、卓録なんかにもいいんじゃないのかという話をいただきました。はい。ちょっとその辺は僕は LINE でまだ使ったことないんでわかんないんですけれども、まあ、普通にアンプで鳴らしている分には本当にすごい好感触というか、なんかいい感じだなと思いました。まあ、普通に楽器屋さんで見かけたら、ぜひ試奏してみていただけると嬉しいなという感じでございます。お値段としても、ね、すごい安いんで、ね、こんな手軽ですしね。そんな感じでホットーンの紹介をさせていただきました。皆さんも見かけましたら、ぜひともトライをしてみてください。それでは、さようなら。また次回、さようなら。うふふふふ。ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトンって感じですよね。こう見ると。ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン。